皆さんこんにちは。ウィークリー姫路の時間です。現在姫路城や大手前通り、姫路駅北にぎわい交流広場などでイルミネーションライトアップイベントを開催しています。幻想的な光の演出をぜひお楽しみください。今週はご覧の内容でお送りします。それでは街の話題からお送りします。はじめに、11月18日姫路市立美術館で美術館40周年記念講演会シンポジウムを開催しました。姫路市立美術館は今年の4月に開館40周年を迎えました。これを記念して国立新美術館長大坂恵里子さんによる記念講演会を開催しました。はじめに清本秀康姫路市長が挨拶しました。40年は節目の年です。私は世界中の博物館や美術館を見て思うことは、姫路の市立美術館は決して皆さんが思うよりももっと世界の人は素晴らしいと言ってくれると思います。そこに芸術がある限り、私どもは誇りを持って市立美術館をさらに広げていきたいと思います。講演会では国立新美術館長大坂恵里子さんが美術館の歴史とレガシーを幅広い見地から振り返り、これからの美術館の在り方について講演されました。今 PC を使ったりスマホを使ったりして文字を書くと、多分皆さん文字書けなくなります。漢字も書けなくなります。カーナビ使うと地図も覚えなくなります。そういう意味で、便利な社会に生きる私たちは自分たちの身体を使って何かをするという、ある部分は退化していくんです。そういう中で美術館はその退化を改めて気づかせ、とどめるある役割を担うというのが私の持論です。また記念シンポジウムでは、姫路市立美術館学芸課長の鬼本佳代子がモデレーターを務め、国立新美術館長の大坂恵里子さん、兵庫県立美術館長の林陽子さん、姫路市立美術館長の不動美里の3名のパネリストが、これからの美術館の在り方について討論しました。美術が好きな人も嫌いな人もみんな税金を払っておられるんですね。ですからみんなに見に来ていただきたい。嫌いな人も収蔵に参画しておられるっていうことになると思います。100年後も市民とともに、市民に無料で作品を見ていただきたいっていうふうに、そんなことができたらいいなと。自分たちの糧としてどうやって美術館を運営していくかということが分かっている人たちを中心に、まあ、いろいろな方とつながりながら、運営していかなきゃいけないけど、その核が分かっている、非営利である公共的な組織であるってことを分かっている人たちの自治の自由というのをやっぱり守りたいなというふうに思います。姫路はやっぱり1983年の段階で、その文化、将来文化資産が高く、資産度が高くなるところをリノベーションして、そして町の真ん中に残されたっていう、すごく先見のある、国際的に見ても先見的なことだったと思うので、ぜひその財産を生かして、これからの100年先の町づくりに生かしていただけるといいなというふうに思いました。次に、11月18日、19日の2日間、大手前公園で姫路花と緑のガーデンフェアを開催しました。このイベントは、お子様からご年配の方まで老若男女が見て、学んで、体験できる花と緑にあふれたイベントです。緑化モニュメントの展示や、緑化に関するステージプログラム、講習会、緑にまつわるワークショップなど、多種多様なプログラムを実施しました。開会式に先立ち、姫路市立常陽小学校金管バンドのファンファーレでイベントがスタートしました。
初めに清本秀康姫路市長が挨拶しました。今日はこの2日間のガーデンフェアを通じまして、我々が独りよがりではなく、植物や動物たちと共生する持続可能な社会を皆さんにも学んでいただき、そして花と緑があふれる豊かな町姫路を作るために、市民共同参画でこれからも緑化事業を進めていきたいということを皆さんと共に考えを持っていきたいと思います。続いてオープニング演奏を務めた姫路市立常陽小学校金管バンドが演奏を披露しました。会場では花苗やガーデニング用品の販売のほか、寄せ植え体験などのワークショップが行われました。特別講習会には名古屋園芸株式会社代表取締役社長の小笠原誠さんを招き、粋なお江戸の花話をテーマに、江戸時代の植物園芸事情を絵図資料を見ながらお話しされました。でそこで鈴代というのが大根でございます。実はこの株にしても大根にしても、私たちこの日本料理の中でよく皆さんも召し上がると思うんですが、実はこれ外来植物で日本の原産の植物じゃないんです。中国からもうちょっとあの西の方のですね、中近東あたりがどうも原産のようでございまして、それが大変古くから日本に入りまして、日本のこの文化の中にですねこう広まった。またステージパフォーマンスでは高校生によるダンスが披露されました。会場は少し肌寒く冬の訪れが感じられましたが、緑豊かで心癒されるイベントとなりました。続いては市長のコーナーです。昨今マッチングアプリによる出会いをきっかけに結婚するカップルが増加しており、婚活市場での急速な台頭ぶりが伺えます。特に新型コロナウイルスの感染拡大以降、リアルな出会いが減少し、マッチングアプリが新たな出会いの形として定着しつつあります。そこで婚活サイト、婚活アプリなどのインターネット型結婚相手紹介サービス業認証制度において、適正な事業所の証である IMS 認証マークを取得している事業者の中から、この度株式会社リクルートと結婚支援に関する連携協定を締結するに至りました。その協定内容でございますが、独身男女の出会い促進に関すること、結婚に対する機運の醸成に向けた取り組みに関すること、結婚支援に関する情報交換に関すること、その他結婚支援事業に関することの4項目となっており、協定の期間は来週のいい夫婦の日である11月22日から2025年3月31日まででございます。連携事業の第1弾として本市に住民登録のある20から39歳の独身の方を対象に、11月22日から来年3月31日までの間、特別キャンペーンを実施いたします。その内容でございますが、まずマッチングアプリのゼクシー縁結びにおきまして、リクルート側で3ヶ月プランを1ヶ月無料で提供いただき、残りの料金を本市が後日最大2ヶ月分補助することで、実質20代は0円、30代は3160円で
3ヶ月プランをご利用することができます。ついに結婚相談所のゼクシー縁結びエージェントにおきまして、リクルート側でスタンダードプランの入会金3万3000円を全額無料にしていただき、本市は月会費を後日補助することで実質20代は0円で、30代は1万4080円で2ヶ月間活動することができます。今回の特別キャンペーンをきっかけに新たな出会いを見つけ、一組でも多くのカップルが誕生することを期待するとともに、これからも少子化の要因の一つである未婚化・晩婚化の進行に歯止めがかかるよう、若者の出会い支援に取り組んでまいります。姫路フィルムコミッションでは市民啓発事業といたしまして、映画やドラマの支援作品の上映会やトークショーイベントを毎年開催しております。そこで今回は姫路城世界遺産登録30周年記念事業といたしまして、本市での代表的な支援作品で全国に姫路の認知度を上げた大河ドラマの軍師官兵衛から当時のドラマ制作統括を担当された中村隆さんと、竹中半兵衛役でご出演されました俳優の谷原章介さんをお招きし、トーク&シアターを開催いたします。開催日は来年1月27日でアクリエ姫路の中ホールで開催いたします。参加は無料ですが、事前の申し込みが必要となります。申し込み方法など詳細な情報につきましては決まり次第お知らせいたします。大河ドラマの放送から10年、撮影現場でのフィルムコミッションとしての取り組みや裏話などを振り返りながら、市民の我が町意識の醸成と新たな大河ドラマなどの姫路を題材にした作品誘致による地域活性化、姫路の知名度向上へとつなげるイベントとなることを期待しております。インフォメーションのコーナーは姫っ子手帳についてのお知らせです。姫っ子手帳は妊娠期はもちろん、出産後も安心してお使いいただける子育て応援アプリです。子育てに関する情報を必要な時にどこにいても入手し記録することができます。姫っ子手帳の主な機能は、子育て情報の発信や予防接種のスケジュール管理、検診などの記録管理や育児日記です。ぜひ紙の母子手帳と合わせてお使いください。詳しくは子どもの未来健康支援センター未来へ、電話番号079-263-7863までお問い合わせください。今回のウィークリー姫路はいかがでしたか。姫路市公式 YouTube チャンネルでは過去に放送したウィークリー姫路もご覧いただけます。最後にハッピー姫路っ子をご覧いただいてお別れしましょう。さようなら。